私の母が亡くなりました。2024年4月24日水曜日、95歳で旅立っていきました。今日はですね、ちょっと病気の話というよりは私の個人的な話と、人の一生って何なのかなとか、病気があっても頑張って生きていくってどういうことなのかな、ちょっとそんなことをお話ししたいと思います。私の母はですね、品川区で大勢の大家族の末娘として生まれ育ちました。私の父とは、見合い結婚だったんですけども、父の方はものすごく貧乏な家庭に生まれまして、母の方は割と裕福な家庭だったんですね。で、品川区の方に母の親戚はいろいろ集まっていて、親類でいろいろなことを分担しながら会社をやっていました。で、父の方は家計的にも複雑でしたけども、非常に貧乏で、その中でもなんとかですね、医者になって、ちょうど戦争を経験した世代なんですよね。ですから非常に貧しい中でたくましく生きてきた、そういう両親だったと思います。で、まず母ですけど、品川区で日赤病院で私を産み落としてくれました。この写真はですね、生まれたばっかりの私ですけど、母の横でですね、これからね、長い人生を生きていくことになるわけですけども、母は本当に優しい母でした。父は貧乏だったと言いましたけども、住むとこがなくてですね、その品川区の母方の親戚がいくつかあるうちの一つの事務所みたいなところですけどね、そこに転がり込んで居候している状態で私が生まれたっていうことなんですね。ところがですね、ある日叩き起こされて、何かと思ったら火事だということでですね、夜中にその事務所は火事になって焼け出されちゃったんですよね。それでもやっぱり行くところがないので別の親戚の家にまた転がり込んで、そこでまたしばらくお世話になってたわけですね。で、なんとか父も頑張ってですね、東京の田舎の方にですね、土地を買って移り住もうとしてですね、土地は買ったものの家を建てるお金がなくて、すぐ近くのアパートにしばらく住んでたって、そんな状態だったんですけど、その田舎っていうのはですね、今でいう世田谷なんですね。で、その頃っていうのはもう世田谷はど田舎で、タヌキが出るようなところで、周りには家なんか全然なくて、畑や野原ばっかりだったんですね。夜になるともうシーンとして物音一つもしないっていうね、怖いところでしたね。そこで暮らし始めて、家もなんとか建って、家族の生活がそこで始まったわけなんですけど、父はですね、糖尿病になってしまってですね、戦時中食べ物がない田舎で育った体に、戦後の飽食の時代ですかね、食べ物たくさん食べ過ぎて糖尿病になったんだと思いますけど、母も母で病気になり、私もですね、小児喘息になってですね、毎晩のように発作を起こして、夜中に起きて寝てらんないもんですから、起き上がって呼吸がなんとかできるっていう、そういう状態、家族全員が病気に蝕まれて、いろんなことがあったと思うんですけども、両親が険悪になってしまってですね、何度かその父が家を出て行ったことがあるんですけども、私が高校生ぐらいの時に最終的に離婚をしてっていうことになりまして、私はどちらに行ったかっていうと、母と一緒に暮らすことを選んでですね、母のその世田谷のね、家に母とずっと暮らしていったんですね。その頃やはり両親の離婚というのはいろいろ悲しいことがありましたのでね、全て嫌になっちゃった気分のこともあったんですけども、家族が病気で引き裂かれたこともありましたので、医者になってね、病気の人を救いたいっていう気持ちもあったと思うんですが、なんとか医学部の推薦をもらうために毎日毎日勉強してたんですけどね、今思うとですね、その頃は自分を支えるものが何かないと崩れそうだったんだと思うんですね。ですから医学部の推薦をもらうっていう、そのこと以外何も考えずにでやってたっていうことは、自分を支える一つの手段だったのかもしれないなと思います。ずいぶん回り道をしたんですけども、医学部に入ることができて、で無事に卒業したんですけど、父はずっと学費のこと、生活費のことをサポートしてくれて、卒業した後もですね、留学の時は全く給料が出ませんでしたので、留学行ってからもですね、ずっと私の生活のサポートをしてくれました。
まあ、そのおかげでハーバード大学ってところでは非常にいい研究をすることができてですね、網膜色素変性症の原因遺伝子の異常っていうのを、まあ、2種類も発見できて、その2つがお互いに絡む新しい病気っていうのがあるってことも発見することができて、ネイチャーとかサイエンスとかですね、まあ、そういった一流の科学雑誌で取り上げてもらうこともできました。でその後、まあ、その研究をその方向性でやり続けてても病気を治すことができないってことが分かってしまってですね、まあ、スタンフォードの方、今度東から西海岸に移って全く違う分野での神経の再生っていう研究をやり始めたんですけどね。でアメリカ留学の後半はですね、西海岸にいましたので、私が住んでたのはサンノゼに近いところだったんですけども、まあ、自然がいくつか豊かなところがあって、母とある時期一緒に暮らしてたこともありますけれども、そういったね自然を母に見せてあげる機会も作ることができました。でこれは後ろに滝が流れてますけど、ヨセミテ国立公園というところなんですね。すごく私が大好きなところで何度か行きました。でこの大きな切り株はおそらくジャイアントセコイアだと思いますけど、こんな大きな切り株があってですね、ちょうど少し日が傾いた時に2人で撮った写真です。まあ、本当にね仕事ばっかりしてたんで母にもつまらない思いをさせてしまったかなとは思うんですけども、男の場合はねやっぱりそういう時期がどうしてもあるんじゃないかなと思いますね。で日本へ入ってきてからですね、開業してすごく忙しい毎日をまた過ごしていたんですけど、まあ、母がですねだんだんちょっと言うことがおかしくなってきて、冷蔵庫にはですね食べ物が充満していてね、どうも認知症だっていうことなんです。まあ、初めのうちはですねそれが分からずにね、人の言うことを聞いてるようで聞いてなくてだらしないことになってしまってですね、随分喧嘩もしたんですけど、まあ一旦病気だっていうことが分かればですね、病人としてちゃんと扱える心の準備も自分にもできてですね、まあ、認知症の何とかしてあげたいという気持ちでそういった意味の通院もしてたんですけども、まあ、ケアマネージャーの人にもいろいろ協力してもらって、で私の方はもう体が辛くてですね、実家の方からここに通えなくなっちゃったんで、ここのそばに自分は寝泊まりすることにして、ただ母が認知症が悪くなるのはもう目に見えていたんですけども、自分が倒れちゃったらしょうがないと思ってですね、そういう決断をしました。そうこうしているうちに母にですね小さな乳がんが見つかりまして、その時すでにもう90歳でしたから、そんなにすぐに大きくなる乳がんじゃないしっていうことでね、どうしようかと思ったんですけど、母も父もですね、まあ、家計が長寿なもんですから、この先ね長生きした場合にあちこち転移した場合に痛みで苦しませるのも嫌だなと思って、まあ、やっぱり切りましょうっていうことでですね、慶応病院の外科の先生にお願いして治療を続けてたんですけども、この時からその認知症以外でもですね、まあ、乳がんのことで通院が始まったんですね。でこれは2017年だと思うんですけど、母を外科の外来に連れて行った時の写真です。母がエレベーターを待ってる間にですね、すごくいい笑顔をしてくれたんで写真を撮ったんですけど、その時ですね、まあ、母がいずれ亡くなる時はちゃんと遺影を準備しようと思っていたんですけども、まあ、万が一ですね何か急なことが起こって間に合わない時には、これは遺影にすごくいい写真になるなと思いながらその時ね撮ったのをすごく覚えてるんですけど、結局それがですね母の遺影になってしまいました。で私もですね通院ということがあったので、母親と無理やりね会わなきゃならない機会を作れたので、まあ、それは逆に良かったのかもしれないなと今はなって思います。当時は外来がパンパンの時にね、休みを利用して母を通院させるって本当に一日仕事ですから、負担は随分大きかったですけども、今思うと本当にそのことで母との時間が少しだけ取れたなと思うことが今はできています。慶応のその食堂はですね、高いところにあってちょうど神宮外苑が見える位置なんですね。こうやって絵画館の綺麗な写真とかありますけど、母も全くその外出しない人だったので、こういうのを少し楽しんでくれていたようにも思います。でその後ですけどね、だんだんやっぱり母の認知症も進んで、ある日呼び出されてですね、行ってみると母が怪我の手当てを受けているっていうことでね、これは実家のそばの東京医療センターなんですけど、
どうもですね、外出したのはいいけど家に戻れなくなって、おまけにつまずいて転んで頭を怪我してということでですね、病院に運ばれて、そして私のところへ連絡が来たっていうことなんですね。この頃からぼーっとしてるようになって、結局自分の家にも帰れなくなっちゃったってことですよね。まあそれでもね、病気は病気で乳がんの方はどうしようかなっていうことで通院は続いてたんですけども、こうやってですね、まあ外科への通院のたびにですね、母親を病院の食堂へ連れて行って、普段何食べてるか分からなかったんでね、この時ばかりはなるべく栄養のあるものを食べてもらおうと思って連れて行ったんですけども、こうやってね、ちょっとスープとか飲みながら、あんまりこの頃になるともう口数も少なかったですけどね、ちょうど東京オリンピックの準備でですね、国立競技場がまあ立て直しをしていて、それがだんだんできていくのがですね、少しずつ見えたっていうところなんですね。窓から母親もこうやってそういうものを見ながら食事をして、少し楽しそうではいました。ここでオリンピックするんだよっていう話もしたんですけど、へーってね、まあそんな一言ぐらいでしたかね。2019年ですね、この年に母が大病して、まあ、それから5年間闘病生活が続くんですけども、その年の元旦、おせち料理を届けてですね、実家で2人で食べたっていうのが一つの思い出です。ずいぶんいいおせちだねと言いながら食べてたのを思い出します。それからまあ約3ヶ月ぐらいですか、2019年の4月の8日の月曜日なんですけどね、まあ、なかなか母と通院以外はですね、母の食べたいものを食べさせてあげるってこともできなかったので、母がお寿司が好きでしたのでね、なんとかお寿司を一度食べさせてあげたいなと思ったんです。でも母も歩くのがだいぶ危なっかしくなってきたので、まあ、とにかく一回連れてきたいと思ってですね、お寿司屋さんに連れて行く約束をして月曜日に迎えに行ったんですけど、まあ認知症ですから、まあ、何も覚えてなくてですね、まあ、支度をさせたんですけど、その時玄関を開けたらですね、玄関の床がですね、血まみれだったんですよね。でこれ何が起こったんだろうと思って、ここのおでこのここのところをどうも打ったらしくてですね、そこから結構出血して床に血のりがたくさんついてたんですよね。おでこのところをきれいにしてあげて、一応そのままお寿司屋さんに行ってお寿司を少し食べたんですけど、この時はですね、本当に母喜んでくれたんですけども、長いこと一緒にいられなかったのでね、まあ、少し戸惑ってたところもあったのかなとは思うんですけど、このお店も母は初めて行くお店だったし、お寿司も随分久しぶりだったので、まあ、少しいつもと違う様子で食事をしていました。ただですね、このお寿司屋さんの行き帰りももう相当体がおかしかったみたいで、ものすごくちょっと歩くのにも時間がかかってね、大変だったんです。そしてその週の土曜日にですね、まあ、乳がんをいよいよ切りましょうっていう話になって、入院前の術前検査に連れて行ったんですね。ところがですね、その日行ってみるとかなり状態がおかしくて、家の前の玄関を出てもですね、ほとんど歩けないんですね。車に乗せるのも大変で一苦労で、慶応病院についてもですね、玄関で降ろしたらその場で転倒して周りの人のお世話になるっていうような状態で、そこから外科の外来へ行くまでもですね、ちょっと歩いては立ち止まり、歩けなくなっちゃったですね。どうしたのって聞いても疲れる疲れるって言うんですね。実を言うとですね、この後ね、解離性大動脈瘤っていうのが見つかるんです。大動脈瘤って何かっていうとですね、心臓から出た血液がね、大動脈っていう大きな動脈を通って全身に行くわけですけど、まず上に登って、そこが上行大動脈で、そこから180度回ってですね、弓なりに曲がるんで球状大動脈って言うんですけど、そこから今度は下へ向かう下行大動脈っていうのなんですね。大動脈っていうのは心臓から出る圧力を直接受ける血管ですので、いつも圧力を受けてるわけですね。でそうするとですね、まあ、中には血管の一番内側に内膜っていうのがあってね、その外側に中膜外膜ってあるんですけど、その内膜が傷ついて、そこから圧力がどんどんかかってですね、内膜が破けてしまって中膜との間に血液が流れ込んでいっちゃうと。でそれがさらに圧力がずっと加わってますから、どん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 そこからね、血管が破けていってしまうってね、それが解離性大動脈瘤ってやつなんです。それが広がっていくっていうことになるとですね、例えば破裂するとそのまま出血多量で即死ですね。その他には心臓から出たところに
すぐ出血すると心臓の周りに血液が漏れて、その血液が周りを押してしまうので心臓が動けなくなってですね、心タンポナーデっていう状態になって、それもまた促進するっていうね。この大動脈瘤は一部だけ裂け目ができる場合と、心臓から出てすぐに上行大動脈、球状大動脈、下行大動脈、全部裂け目ができてしまう、まあ、重症のタイプがあるんですね。それをスタンフォード A 型っていうんですけども、母の場合はですね、乳がんの検査の外来であまりに様子がおかしいということで、すぐに CT 取りましょうって言って CT 取ったんですね。そしたらですね、このスタンフォード A 型の最悪の解離性大動脈瘤だってことが分かって、まあ一時ですね ER が騒然となったんですけども、まあ、手術しますかどうしますかっていうことでね、心臓外科の先生が聞いてくれて、血液データを見ると全く問題ないですねっていう話で、まあ、その当時もう90歳になってましたから、どうしますかっていうことだったんですけども、とにかく母を救ってくださいと、何が何でも救ってほしいですっていうことになってですね、教授の先生はですね、まあ、仙台に行ってたのが急に戻ってきてくれて、その日緊急手術をしてくれて、なんとか一命を取り留めたっていう、そういうことが、まあ、この後起こったわけなんですね。ニコッと最後はしてくれて、本人は何が何だか分かってなかったんだと思うんですけども、ちょっとその笑顔に救われたような気がしますけど、こっからね手術になったわけですね。で、手術開けたらですね、当然ながらいろんなところに管が入っていて、まあ、一命を取り留めてくれて本当に良かったなと思いました。これをきっかけにですね、母は次から次へといろんな病気をしまして、その後のね5年間で9回緊急の搬送で緊急入院緊急退院を繰り返したんですね。慶応以外の病院にとりあえず運ばれた時期もあったし、それからコロナの年でしたからね、マスク1枚ないために病院に私が入れないとかですね、どこを回り薬局を探してもマスク1枚全部売り切れということで、まあ、泣く泣く家に帰ったりとかですね、まあ、そういうこともあったりとか、まあ、いろんなことがありましたね、あの時は。そしてね、私はいつも外来が忙しいので携帯電話っていうのは出ないんですよね。ですから知り合いは携帯電話に私にもまずかけてこないんですけど、携帯電話がもし鳴ったとすれば、それは私の知り合いではなく何かまずいことが急に起こったからなんですけども、病院で何かあったり施設で何かあるとですね、私の携帯が鳴るわけですね。それから後の5年間というのは、携帯が鳴ったりどこかで救急車のサイレンが鳴るとですね、もう心臓が止まりそうになるんですよ。そういうことに苛まれた5年間でした。母がもしいよいよ亡くなる時はですね、体のどこか具合悪くなって病院に運ばれて、そして病院でね、どうしますかって言われてね、まあ、コロナの時もそうだったんですけど、コロナの時はですね、もう敗血症って言って体中の血液にもう菌が回ってね、二次感染を起こして肺炎を起こしてるし、酸素分圧は思いっきり下がってるし、入院する時も人工呼吸器やそういう延命措置をしますかどうしますかとかっていろいろ聞かれたんですね。あの時もできることは全てやってください、とにかく母を生かしてください、まあ、そういうふうにお願いしたんですけどね。そして結局ね、栄養もですね、当時すでに胃ろうで、そういう緊急事態になるとですね、頸動脈のところに管を入れてね、そこから栄養したりとか、人工呼吸器をつけるのに気管切開をしてここにチューブを入れますから、もう二度と喋ることができないというような状態にもなってましたけど、この4月の24日施設で看護師さんが見回りに行ったら、呼吸が止まっている、心臓が止まっているということでね、死亡診断書は6時44分朝早くですね、亡くなっていたっていうことになりました。その日はですね、私は母が亡くなったっていうことを知ったのが夜だったんで、急いで駆けつけてたんですけども、母の死に目に会えないっていうことはもちろん覚悟していたんですけども、会いに行ってですね、遺体っていうのは冷たくしとかないとまずいので、ドライアイスをたくさん脇に抱えた状態でですね、冷たくなった母のおでこに触りました。28日の日曜日、家族葬ということで10人の親戚が集まってくれました。ちょっと私が最近の写真を集めて、ちょっとスライドショーみたいなものを作ってですね、ここ何年か母はどんな暮らしをしてたのか、最後はどうだったのか、そんなことを皆さんに紹介して、母と一緒に食事をとってもらって、
お通夜と葬式を一緒の日にやりました。そして棺の中にですね、みんなでお花をたくさん入れて、棺に花がたくさん飾られると、まあいよいよ母は亡くなったんだな、これから骨になるんだなっていう、そういうことを実感しました。そして親類と一緒にお骨を拾ってですね、骨になったその母と慰霊の前でみんなでささやかな会食をさせていただきました。やっぱり骨になるとですね、こんなに小さな体だったのかなとは思うんですけど、意外と骨がしっかりしていましたと言っていただきました。かなりステロイドを使っていたのでね、もう骨粗しょう症で骨も相当弱かったと思うんですけど、最後まで考えてみれば骨折もせず、なんとかかんとか生活してたんだなと思いました。しばらくはちょっと生きてる間に一緒にいることができなかったので、骨になった母と一緒にいてあげたいなと思っています。私が唯一かけられたのは、自分の貯金を全部下ろして母のために捧げたんですけど、まあ、それでもね、やっぱり一番悔いが残るのは、母との時間をもう少し持ちたかったなっていうことですね。向こうはね、認知症だから何が何だか分かんなくなってるんですけども、大切な家族との時間っていうのは本当にもう我々のような年になると限られてますからね、そのことはよく考えて、もう少しなんとかならなかったのかなとは思ったんですけど、まあ、毎日毎日外来がパンパンでですね、その中で一生懸命患者さんを見ることに、まあ、感謝してくれる患者さんもいればですね、こんなとこ二度と来るかっていうね、コメントを入れる患者さんもいたりして、まあ、そういう時には本当に悲しかったですけども、そういう状態ですから患者さんに迷惑かけられないな、スタッフにも迷惑かけられないなってことで、いつもギリギリの中で暮らしながら母に会いに行ってあげられないなと思いつつですね、今年も結局23年の暮れに行っただけで、今年に入ってから一度も母には会うことができなかったです。ただね、涙は不思議と出なかったですね。それから葬儀の時も不思議と涙は出なかったです。なんか覚悟してたとかそういう大げさなことではなくて、できないながらも自分は精一杯尽くしたなっていう思いがあったのか何なのか、本当に涙が出なくて不思議なぐらいでした。これからだんだん悲しくなっていくのかもしれないんですけどね、まあ、これからね、どうしていったらいいのかよくわかんないんですけど、私が幸せに暮らすことが母が一番望んでることかなと思って、まあ、ちょっとこれからはですね、自分の幸せも考えていきたいなっていうふうに思いました。クリニックもですね、2006年に開業して4月の20日で、まあ、19年目に突入しました。まあ、私もね、自分の体にどんな病魔が住んでいるのか今分かりませんけど、私の家系がみんな長生きなので、私も長生きするんだかどうだかよく分かりませんけど、力の続く限りですね、自分自身も少しでも母が望んでいたように幸せになりたいと思いますし、周りの人たちも幸せにしてあげたいなと思っています。今まで支えてくれたいろんな人たち、患者さんからも支えられましたし、スタッフにも支えられてここまでやってきました。これからもできる限り周りの人にも幸せになってもらい、自分も幸せになりたいと思いますし、患者さんも少しでもですね、病気の苦しみから救われるような、そんなお手伝いができればなと思っています。今日はそんなことでですね、母が亡くなったお話だけをさせていただきましたけれども、これからもですね、皆さんとできれば強い絆を持って一緒に病気と戦っていける、まあ、そういう眼科医でいたいなと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いします。